私の思いはまっすぐだ。引け、いいのか。獣か！待て、姫御瀬は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。聞こしめしませ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですな。姫巫女殿、私の縁はいずこに。卑弥呼様はリンリンとおっしゃられています。あれ、姫御瀬が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。姫御瀬の邪魔をさせるものか。妥協はしない。認めよう。良い回答。完全にビビってたよな、敵さん。ほら見ろ、やっぱり逃げとくんだった。卑弥呼様、孫一姉様みたいに私を大きくしてください。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。ヤタのカラスがないと。姫御瀬に会うならわしの許可を取るのじゃ。なるほど、卑弥呼様、各地で戦乱の目を詰めばいいのですね。少々騒がしくなるかもしれぬが、心を乱すな、卑弥呼。お手で磨きをかけて。最後までお使いしとうございました。ナオトロさん、ナデシコ隊の皆さん、お疲れ様です。やべえ、怒られそうなことに心当たりがありすぎる。私、この国の女王になるのですか？男って結構、褒められて伸びるってとこあるよね。重いだ。音の磨きをかけて。この勢いに水を差さねえよう、俺は引っ込んどくぜ。ナオトロ様、我らなでしこ隊、いつまでもあなた様のおそばに。ナオトロ様との若者談義は時が経つのも忘れるほどだ。
お前の強さ、何のために、誰のためにある。乙女に磨きをかけて。まもなくご神託がもうそこに。機は来た、さらなる速さで追い詰める。承知つかまつった。まさか他国の男もこの程度なのか。面構え、お前ろくな男じゃないな。こうだな、いいけ。次郎法師直虎、敵将が印し討ち取った。眉間に怒りじわができてしまった。乗り込んでくるだけはあるか。認めよう。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが彩花の生き様だ。彩花様、我らも援護を。すぐだ。いいだろう、今が機だ。いい眺めじゃろ。うちのなでしこたちをいやらしい目で見るな。もちろん私のこともだ。何度鳴らしても姫御瀬の心は揺れないぞ。まずはそれがしが行く。獣の奴の鳴きどころを見極めよ。ご神託通りにしていればみんな幸せになるのでしょうか。鈴の音が7つ。ご飯の時間ですね。おきなさい、なでしこたち。彩花殿こそ戦乙女のあるべき姿なのだから。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。あなたも卑弥呼様のお声を聞きたいんですか。違うぜ、そいつは侵入者だ。もう紛らわしいお方です。プンプン、もしや私を騙すんですか。どこい、そうはいきません。先見の巫女殿、単刀直入に問う。いいけど向こうは私についてこい。グレンに染まれ、再火炎長。それはですね、知らない方がいいと思いますよ。おいちょ、なんじゃか、姫御瀬やろう。嘘くさいの。姫御瀬が幸せであればそれでいいのですよ。次は契約者として会うのも悪くない。もう疲れちゃいました。はしゃぎすぎてヘトヘト。
これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。ナオトラさん、鍛錬か。豊臣を終わり、鍛錬か。かつて私にも結婚の約束を交わした相手がいたんだ。乙女が世のため、いざ。あなたがいる僕の中に。キハハハ、残念。俺の席なんだよ、ここは。昔からな。客か、もてなしてやるよ。俺たちが教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。私をもてなすだと。一緒にお茶を。そうか、私を騙してもてあそぶつもりだな。ダメです、それ以上僕に近づいては。選んでください、次こそは。俺とワビスキ、どっちの茶かをな。私たちの戦いぶりを見てよ。私たちの戦いぶりを見て、世の男たちは味方を変えつつある。おのれ、つまりは武田乙女が世のため、いざ。ウェルカム。乙女の誇りにかけて。武田信玄、そこに直れ。私がいいと言うまで謝り続けてもらうぞ。とんだジャジャマレディのお出ましだ。真田、あんたの知り合いか。親方様はここにはおらん。気をかけて。用向きならばこの雪村が伺う。おのれ、つまらぬ嘘で時を稼ぎ、策でもひねり出すつもりか。竹だめ、卑劣な手でどうこうできる私と思うなよ。走れ真田。卑怯者め、武田をどこに隠した。だ、誰も隠してなどござらん。元より親方様がここ大瀬田へは出陣されておらんだけの話。なんだと、さあ、この直虎をもてあそぶつもりか。それがしは、ただ親方様が大瀬田にあると申しているだけでござろう。やれやれ、どっかで見たようなあつくりしただな。ここを攻めたのも貴殿の思い込みであろう。一刻を預かる将であるならば、稽古妄想は慎まれよ。私に説教する気か。その上から目線、男はいつもそうだ。乙女を見下す。レッツゴー。押しろ。磨きをかけて。ジョイ、この手で切り抜く。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。と、バレちゃいましたか。あんたの本気はよくわかった。じゃあこの俺の番だ。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然。
同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。迫られたな。あんたの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。退散退散。まあ一応あんたのことは親方様にも伝えとくよ。じゃあね。あらあら、こんな子を怒らせるなんて。親方様もまだまだお若いってことかね。何をニヤついている。武田は忍びもハレンチだ。おまけにそれで忍んでいるつもりか。ほう、腕が立つ相手は嫌いじゃねえが。貴様、会うなり私を褒めて何が狙いだ。悪いな、女とのおしゃべりは得てじゃ。騙されないぞ。真顔でそういう言葉を吐くやつに限って女を不幸にするんだ。いいから黙って打ち込んでこい。お前のその怒りがなくなるまでだ。小次郎様、しっかり伊達を見捨てねえでください。偉そうなやつもどこまでも上から目線で。少しはすっきりしただろ。そろそろ癇癪をしまって家に帰ったらどうだ。女は家に帰って飯の支度でもしろ。そういうのか。私が料理が苦手なこと、それを知っての皮肉だな。まあまあの立ち筋だった。またいずれ手合わせ願おうか。栄養軍は伊達じゃねえ。お前は磨きをかけて。さっきと土下座させてください。川残業ではない。確実に訪れる輝かしき勝利を。何をそんなに。バカ、これは実戦向きの戦装束だ。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手強い相手ってことだ。上等だとは思わねえか。様が自動でなきゃ、いいはとっくに消えてたな。きっと俺らの分まで奴らにねじ込んでやってくれ。せもはや失うものもなし。さあ参りましょう。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。せよ、この雪村と政宗殿が引き受ける。貴殿のくるぶしを浸す兵卒らの涙が見えぬか。これでもしとやかに入ってきてやったんだ。ここにいたか、貴様ら。の、えい、真面目腐って威張り散らして熱苦しい。だから男は嫌いなんだ。威張り散らしてなどおらぬ。それもこれも貴殿の思い込みでござる。オーケーオーケー、似た者同士好きなだけやってくれ。貴様、誰と誰が似た者同士だ。引きずってなりませんぞ、政宗殿。 What？ 伊達、今すぐ訂正しろ。暑苦しいだけが取り柄の武田の男と私が似ているだと。政宗殿、つまりはこの雪村がこの娘のごとく周囲が見えていないと申されるか。オーケーオーケー、どっちでもいい。クールになりな。クールだと私に狂えと言っているのか。なるほど、狂わんばかりに熱気を高めろと。承知した、マサムネ殿。すぐ名前。ヘイ、少しは頭を冷やして無気になるなってことだ。クールダウン、オッケー。なんと、この雪が冷えては魂の炎が消えてしまう。
おやかた様、それがしは一体どうすれば。うわあ、武田が熱き魂は不屈なり。おっ、どうしたかかってこい。やっとクールになった。乙女が世のため、いざ。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂存分に示してみよ。私はあいつの執念をあげ幸せな人生を送っていたんだ。そうか、それはすまなかった。なぜ素直に謝る。なんだ、一体何を企んでいる。動きが火をかけて、いかにしろグルーゲットとし攻めよう。おう、皆様励め。火をかけて。熱く見えて、なんせ一の落ち着きぶり。それが親方様よ。お前程度の男に私が遅れを取るものか。お待ちください親方様、これは全て井伊殿の逆恨みの八つ当たり。控えよ雪室、乙女心を消せぬようでは民の幸せも叶わぬとしねえ。乙女心でござりますか。確かに。これ式で息は上がらんか。仕切り直しと行こうではないか。ここは武田男道場、お主に稽古をつけてやろうぞ。分かったぞ、そういうことだな。この道場で男が上だと力ずくで示すつもりだな。それが男の傲慢、怠慢だと言っているんだ。それがしに勝るとも劣らぬな。道場での親方様が一番みなぎってる。そう思うの俺だけ。人馬一体はやがて人心一体を導こうぞ。ヤタのカラスと鳴く声を。あんたの死因は直虎様の声を聞いて逃げなかったことさ。忍耐力を鍛えるには溶岩の中で瞑想じゃ。なんとして。良い、威勢が良いわ。お主に伝えたきことはただ一つ、素直であれ。勝手に話を進めるな。何が素直だ。そんなのは従順な女の方が男にとって都合がいいからだろうが。慌てるでない。わしの言う素直さとはすなわち眼前の現実をありのままに受け入れる心の強さじゃ。黙れ、私にしたことを棚にあげて磨きをかけて幸せに口を挟むな。ダメだよあんたら、直虎様を波の武将とか思っちゃ。見事だったよ。あんたとは俺たちが様こそ守りがいる。まさに我らが館そのものよ。何
小娘。うわっ、なぜ自分を置いて去ったのか、それを考えたことは。それはひたむきなる名を捉えよ。お主はまっすぐで熱く強い女子だ。だが時にはその強さが相手を苦しめることも。磨きをかけて。回りくどいぞ。何が言いたい。お主、自分の思いばかり押し付けてはいなかったか。相手の声を本当に聞いていたのか。思い返してみよう。待て、すべてはここで。私が傲慢な男のようじゃないか。こんなところにもう一匹の虎がおったわ。この軟弱な男ども、その腐り切った少年、この私が叩き直してやる。覚悟ある者は来い。それと私に勝ったら花婿候補にしてやる。